どうも皆さんこんにちは、こんばんは。本日も九州は福岡県あるある岡スタジオよりお送りいたします。週刊ゲームニュース。先週1週間に起きましたゲームに関するニュース話題、小さなものから大きなものまで取り上げて話していきたいと思います。最終最後のお時間までしばしお付き合いください。お相手はレッドJです。さあ改めましてこんにちは、こんばんは、あるあるオカレッドJです。まずはこちらのニュースからということで、ディスリーパブリッシャー新作ガールズサムライアクションサムライメイデンを発表ということですね。すげえタイトルですねこれ。ディスリーパブリッシャーといえばね、まあ、有名なところで言うとシンプルシリーズ、まあプレステ2で入りましたね。シンプルシリーズをよく出してましたよね。で中から今でも続いてます地球防衛軍、このシリーズが有名じゃないですかね一番。まあ、その有名な D3 パブリッシャーからですけど、8月3日に発表されましたサムライメイデン、こちらね、地獄の亡者がひしめく本能寺地下冥界をサムライ JK と乙女忍者が駆け抜けるすげえなんかね内容ですけどね。まあいわゆるタイムスリップもんですね。まあ現代の女子高生がまあ戦国時代へとタイムスリップしてくるって感じですかね。しかも戦国時代も本当真っ只中の本能寺の辺の真っ只中みたいですね。ストーリーとしては放課後なんか居残りで歴史の勉強でもしてたら、ちょうどなんかその本能寺の辺の年号の語呂合わせを考えてたみたいですね。そこで居眠りすると起きた時にはもう本能寺の辺だったというとんでもない話ですね。まあ目の前にいきなりね、ヒゲ面の織田信長が立っていたみたいな感じらしいですね。死にたくなければ戦うしかあるまい。って言われたらしいです。突拍子もない話だな。まあでもね、これちょっと、設定がね、なんか突拍子もないだけになんか面白そうですよね。で、トレーラーとかスクリーンショット結構出てるんですけど、パッと見すっげえ刀剣乱舞武装に似てる。まあ刀剣乱舞武装もね、現代の、まああれ人間じゃないけど刀剣たちですけど、現代じゃないけど未来から戦国時代に行くっていう話だったんで、まあ舞台がねその本能寺の変なんで、一応本能寺地下冥界みたいな感じになってますね。どのくらいのボリュームがあるかわかんないですけど、まあ戦国時代に行くっていうか、もう本当本能寺にしか行かないみたいですね。まあこれはちょっと人気出そうな気がするけどな。 D3 ファブリッシャーこういうとこついてくるの得意だよね、なんかね。まあね、刀剣乱舞武装もそうだけど、イケメンと戦国っていうのを人気あったところを掛け合わせたっていうか、ね、今度は乙女と戦国っていう、まあ結構あるけどね、スマホなんかじゃ乙女戦国ゲームみたいなのはね。でもこれは結構本格的なアクションゲームになってるし、またねこれね、唇と唇を重ねることで術の力は最大限に腫れ上がる、膨れ上がるみたいなね、とんでもないなんか能力あるんですよ口づけの術だってもうなんかやれること全部やっちまうぞみたいな感じなのこのゲームで。でこれ今年の冬に一応発売予定ってなってるんでね。もう映像を見る限り 4K とフル HD とあって、 4K、まあ、Steam でも出るんで、これあと PS5 も出るんじゃないかな。だから 4K でもプレイできるっていう、すごく綺麗でしたよ動画で見る限り。 4K で、でアクションが無双ほどのなんか敵がわーっているようなアクションじゃなくて、ちゃんとしたアクションゲーム、ちゃんとしたってのおかしいな、ただもう俺強えみたいな無双みたいなバンバン切りまくっているっていう感じではなさそうでしたね。一応ギミックとかもいろいろあるみたいで、どの程度の難易度になるかはわかんないですけどね。まあちょっと期待できそうな感じがするけどな。なんかちょっと賑わせそうですけどね。これは戦国と乙女という。まあそんな感じでございます。さあ続いてのニュースはこちら。ついにやってきました。Steam Deck 日本予約開始。なんですが、まあ Steam Deck どれだけの人が知ってるんだという日本でね。まあそもそも Steam というものの認知度がちょっと日本ではまだまだ低いんじゃないかと思いますけど。最近では結構増えてきたかなと思うんですけどね。まあいわゆる Steam というのは PC で PC ゲームをやるときに使う、まあアプリみたいなもんですよね。言うたら。携帯でいうところの Apple Store。まあ Apple Store でも買うだけだもんな。まあ、とりあえず PC ゲームやるにはこの Steam っていうのがあると便利。
まあ、大半の人が Steam 使ってるんじゃないかな。他にもね、Epic ゲームとか、あと、DMM とか、まあ他、いろいろあるんですよ、そういうのがね。PC ゲームをやるっていうアプリが。うん、もう中でも一番人気あるのが Steam ですね。だからその Steam が丸ごと、この携帯ゲーム機でできちゃうっていうのが Steam Deck ですね。まあ、Steam 自体がね、認知度が多分日本は低いと思うんで、Steam Deck なんてもう、持ってのほかだと思うんだけど、これね、結構期待してる人は多分期待してると思うんですけど、まあ自分もちょっとね、興味あったんですけど、やっぱ、ウィッチャー3とか、あと、エルデンリングなんかも結構普通に動くよっていう報告が上がってるんで、これまあ日本以外ではもう発売してるんですよね、海外の方では。日本はちょっと遅れて登場という感じなんですけど。なのですげえスペックだよなと思うんですけど、まあなんて言っても値段ですよね。最安モデル、なんと、59,800円。うほーうほーだよね。まあ6万ですよ。まあこれを高いと捉えるのか安いと捉えるのか人それぞれですけど、あのね、普通に考えて、携帯ゲーム機として考えると6万。いや、無理だろと思いますよね。PS5 より高いんですよ。でも普通に内容を考える。あの、PC ゲームをよくする人からすると内容で見ると思うんですけど、内容で考えると多分安いです。うん、このくらいのスペック、このぐらいのゲーム、PC ゲームができるノート PC を買おうと思ったら20万ぐらい多分すると思うんで、それを考えると安いのかなと思いますけどね。まあ、これをどう捉えるか人それぞれですね。で、これが一番安いモデルで 64GB モデルなんですけど、2番目のやつが 79,800円。256GB モデルですね。これ、あの、記憶媒体が SSD になるんですけど、こっから。なんと8万ですよ。びっくりですね。で、最上位モデル、512GB モデルが、なんと99,800円。もう10万です。10万いきました。まあ、高いのか安いのか。まあ、この問題はね、まあ、人それぞれだと思いますけど、まあ、ぶっちゃけ自分は多分買わないですね。まあ、いるいらないの問題じゃなくて、ちょっと買えないですね。高くて。ちょっと手が出せないっていう。そうですね。本当は欲しいんですけどね。自分結構 PC ゲームはバリバリやるんで。ちょっと欲しかったけど、ちょっと6万は出せないかなっていうところですね。まあ日本でどんだけ売れるかちょっと楽しみですけどね、これ。どんだけの人が買うんだろうね。多分出たら多分速攻 YouTube なんかでもレビューがめちゃめちゃ上がると思うんで、もうすでにね、海外の方で出てるんで、それを取り寄せてレビューなんかめっちゃ上がってるんですけどね。まあそれで結構ヌルヌル動くぞっていう風に言われてるんで、結構期待値は高いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、普通に一般的に考えて今まで PSP、PS ビータで、まあ今スイッチですかね。っていうのは、まあ大体携帯ゲーム機の歴史って感じなんですけど、まあ歴史をたどったらゲームボーイからなんですけど、まあ近々で言うとね、PSP ビータスイッチって感じなんですけど、まあその流れで考えるべき、もんじゃないですね、これは。もう全く別枠。これはもうノート PC、もうゲーミングノート PC と比較すべき対象だと思いますね。これ関してはなので、この値段はまあしょうがないかなっていうところですね。まあそんな感じです。さあ続きましてのニュースでラストとなります。今週はね、ちょっとニュースがね、思ったよりなんかこう目立ったものがなかったんで3本っていう少なめになっちゃったんですけどね。ラストはこちら、名作タクティクル RPG リメイクタクティクスオーガリボン発表ということですね。まあ、タクティクスオーガといえば、もうね、もう言わずが知れた、もうタクティカル RPG っていうね、名前を生んだゲームと言ってもおかしくはない、シミュレーション RPG なんですけどね。まあ、こちらはね、2010年に発売された PSP 向けソフト、タクティクスオーガ、運命の輪っていうのをリメイクするゲームですね。で、その運命の輪自体が、まあ、ぶっちゃけその元のタクティクスオーガ、を、システムとか新シナリオを追加したバージョンなんでね。要はその元もあるんですよね。まあその辺は気にしなくていいですけどね、別に。まあなので結構古い時代からあるゲームなんで、20代、30代、40代と幅広く、多分ユーザーが多いんじゃないかと思うんですけど。まあこのゲームが、リメイクされるということなんですけど、これね、あの映像とか、
まあ強化されるのはもちろん、まあサウンドも強化されてるんですけど、あと UI とかもね、今風にやりやすく、まあ変わってるんですけど、ちょっとね、自分的に残念だったのが、この HD2D 表現ってあるじゃないですか、今流行りの。HD2D だったかな。トライアングルストラテジーとか、オクトバストラベラー、今最近で言うとライブアライブか。なんかにも採用されてました、あの表現。あれがね、ないんですよね。なんでだろうと思って。いや最近あれが流行ってきてるから、その波に乗ってこのタクティクスオーガもそのリメイクしたのかなと思って、よくよく調べたら全然そういうこともなく、まあ普通のリメイクですね。まあちょっとそこら辺残念だなと思うんですけど、ね、やっぱ名作なんでね、このタクティクスオーガは。だからそのそこまで気合い入れてやってもよかったんじゃないかなとちょっと思いましたね。まあ残念ですね。でこれ11月11日に発売なんですけど、まあね、結構ゲームラッシュが続くじゃないですか。8月、まあ、9月、10月、11月ってね、まあ、12月もまあ入ってくると思うんですけど、年末なんで、まあその中にボッといきなりね入ってくるっていう感じで、まあこれはちょっとね、そのゲームラッシュとはちょっと一線をちょっと離れて発売される感じはするけどね。まあそんなところですかね。タクティクスオーガリボン。言いにくいね。タクティクスオーガリボン。11月11日発売ということで。まあちょっと自分的には残念で、HD2D 入れてほしかったかなっていう感じですね。さあ、いかがだったでしょうか。今週の週刊ゲームニュース、このネタは終了となりますが、まあね、今週はちょっと目立ったニュースがあんまりなかったんですよね。まあ、PC ゲーム関連のニュースが結構多くて、コンシューマー系は結構少なかったんでね、ちょっと3つで押さえてきましたけどね、まあその3つの中の Steam Deck も入ってるしね、まあそんなになんか目立ったニュースがなかったかなっていう感じですね。まあ新作発表も結構ね、コンシューマーも11月までびっしり詰まったしね、一時大きなニュースはないのかなと思うんですけど、まあそんな感じですね。また来週もやっていきたいと思いますんで、今週はここまで。それでは本日も九州は福岡県アラロカスタジオよりお送りいたしました週刊ゲームニュース、お相手はレッドJでした。皆さん登録解除、低評価の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.